皆さんこんにちは。今日の献血なんてどう？はもうちょっと今後ろに見えてますけど、台湾は台南にやってまいりました。実はですね、もうこれまでのあの献血なんてどうをご覧いただいている方はご存知かもしれませんが、僕あの台湾で結構献血やってましてですね、これまでずっと台北でやってたんですよ。でも実は僕一番台湾の中で好きな街ってここ台南なんです。でいつか台南で献血しようというふうに思っていましたので、今回やってまいりました。で後ろが台新道って書いてありますね。その右側に台南献血中心って書いてあります。これ台南の献血センターっていう意味です。ちょっとこう周りを見渡すとあんまり街の中ではなくて、若干場所的には寂しい感じのところにありますけれど、でもあのたまたま、この付近がそうなだけで、これ実は結構街の真ん中にあったりします。それなりにやっぱりこうね、あの来やすい場所じゃないと献血もなかなかやってもらえないということだと思います。僕はですねホテルから今日自転車でやってまいりました。あのホテルの場所は私のこの僕のチャンネルの中に紹介する動画もありますので、そこでご覧いただくとして、どうですかね、自転車でだいたい10分ちょっとぐらい、そんなに遠くなくて動きやすい場所でした。でちなみに今日が2023年の11月17日、日本だともう気温が1桁になったり2桁ちょっといくかなぐらいだと思うんですが、今ここ台南はこんな感じで半袖で過ごしていますので、おそらく今ここ11時半ぐらいですが、この時間で20度後半ぐらいなんじゃないかなというふうに思います。まだまだ台南は暑いです。ただあのもしこれご覧になって旅行されようという方はですね、台南も日中30度近くまで上がりますが、夜急激に冷え込んで15度下回ったりしますので、ぜひあの服装にはお気をつけいただきたいと思います。あんまり喋っててもしょうがないので、早速献血に行ってまいります。でしょうか。実はですね、今回僕は残念ながら献血はさせてもらえませんでした。でそれなんでかっていうと、どうもあの台湾の献血のルールがちょっと厳しくなったようで、あの外国人だからダメというわけではないんですが、何かがあった時にスムーズに英語かもしくは中国語でコミュニケーションが取れることということで、日常会話がこうスラスラできるということじゃないとダメみたいで、多分ですけどこう献血中に何かあった時とか、もしくは災害が起こった時とか、すぐに安全に処置をするためにこう言葉でのコミュニケーションが取れることということが条件になったみたいですね。ですので僕の場合は問診票中国語でも英語でもこう時間をかけて読めば理解をできて答えられるんですけれど、そういうことではなくてこう緊急の時にすぐに会話ができるということが条件みたいです。
ったね。まあ、ということで献血できなかったんでですね、今回採血室の中の様子は撮らせていただくことはできませんでしたけれど、待合室はちゃんと撮らせていただきました。でその待合室ですが、僕のこの献血なんてどうのシリーズの中で台北のルームをいくつかご紹介しています。であちらはですね、まあ、なんていうかこうよく言えばシンプルというか、まあ、ちょっとこう無機質で事務所的な感じでしたが、ここの待合室はちょっとおしゃれになっていて、椅子とかテーブルとか壁とかですね、結構気を使っている、まあ、少し日本の献血ルームにも近いような感じだったんじゃないかなと思います。台湾全土どっちかっていうとこう事務所的なのかなと思っていたのでちょっと意外でした。いい側に意外でした。で場所的にはですね、台南ってまだこう MRT とかみたいな新都市交通ができていないので、どうでしょうね、来るとしたら駅から、まあ、歩けないこともないけれど、ホテルとかで自転車を借りれるんであれば駅前ぐらいからだったら自転車でも10分15分で来られる場所にあります。バスがちょっとここまで来ているかどうかは今回調べていませんけれど、そんなに不便なところではないですね、まあ、かといってこう超便利というわけでもないという感じです。ということで今もう台湾人気、日本でも人気で、特に最近台南も少し注目をされ始めています。ぜひ観光で台南のお越しの際は、そして中国語か英語がこうスラスラ喋れるという方は、この台南の献血ルームで献血をしていただければというふうに思います。僕もですね、少し中国語勉強してるんですけれど、今後も台湾で献血をやるためにもう一回学び直しをしようと、そういう決意をしたところです。では台湾の献血ルームもしいいなという方はいいねをお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは献血なんてどう、次回またお会いしましょう。ありがとうございました。